よく入る。まあいいな。2時間、2回目ですね。そうですね。はいはい。そうですです。ほおずき卵、ハゼの南蛮漬け、トマトの刺し漬けです。こちら大将が自ら釣られて。あ、それはそうだよ。あ、そうなんですか。彼はそうですよ。うん、これは美味しい。バラ肉と松茸のおでんになります。はい、松茸のすごいいい香りが。うん、すごい肉厚、うん、お、ネギ甘いですね。岩手のね、銘柄。あ、岩手の。はい。うん。あ、しらたき出した方がいい。あ、それこんにゃくらしい。ああ。どうして。これはうまいな。中には、淡路のハモ、北海道の毛ガニ、ホッキ貝、蒸しアワビ、いろいろ入ってます。出汁と一緒に召し上がってください。贅沢な一皿です、うん、季節もいいですよね、うん、でこんな感じでしたっけ、これなかったんですよ。ハイボールとかってありますか、はい、ウイスキーは松井ですか、はい、山崎でもなく、美味しい、窓丁寧に食べるって普通の黒毛和牛の旨味成分が2倍ある、はい、ある漢方和牛ってでもあんま聞き慣れない、うん、そんなに出回ってない牛ですね。牛はもうこればっかり使ってらっしゃるんですか。こればっかり、これこうやってるんで、あ、もうそのさします。あ、
油結構出るけど意外とさっぱり引きますね。しつこくないんで。そうですね、しつこさがあんまりない。肉の旨味もしっかりあって、で表面カリッと焼けててね、中ジューシーで。大根美味しいし、メニューに出してる、メニューに載ってる。アザブ十番でいい感じですね。ここに入れないものもあるわけじゃないですか。そうですね。そういうのは別で。それはでも牛すじ。これ皆さんあれですか。もうお皿でこう。なしもいっちゃう感じですか。行儀が悪いんじゃないかって最初敬遠しがちですけど、もう全く問題ないわけですよね。このねとろろ昆布がね沈んでるんですけどね、これがまたなんかいいですね、出汁が混ざって。器がねいいですね、今更ですけど。地味にうまいですかね。あ、そうですか。うわ、いい香りする。大丈夫です。うん、これなんかちょっと違う器に入ったときね、竹の棒がこう、秘伝の。ちょっとやばい。あ、そうですね。去年。三番を一番だ。でも大将がパソコンいじれるようになったら、今エクセルの数式入れるのやめてる。本当に数式やってるんですか。